ちょっと今からさ、あれするわ。ハイパーカジノしてさ、とりあえず100万ぐらい買ってきてさ、明日の軍資金増やしてくるね。マジで、まずひとまず。ひとまずやっぱ金増やさなきゃダメじゃない？いろんな外貨を持ってきたんで、70万円ぐらい持ってきたので、結構一個衝撃的な事実言っていいですか？衝撃的な事実言っていいですか？マジで。結構衝撃的な事実言っていいですか？みんなびっくりすると思うんだけど。落ち着いてきてね。日本円全部すられました。カッコマジで。まあ、幸先は良好で、これでみんなに言うとテンション下がるんで、いや、ガチっす。俺40万円下ろしたんだけど、日本円だけ消えてんだけど、これなんで？これどういうこと？俺肌身離さず持ってたんだよ。いや、マジで俺、意味がマジわからん。ちょっと待って、しかもさ、このお金ってさ、どこの金？なんかおかしいなと思ったの。なんか俺持ったことねえ金が入ってんだけど、これ何これ。インド？やべえ、インドの金とすり替えられてるわ、ガチで。なんかプロがいるんだけど、両替されたんだけど、俺の40万円が。どこでやられたか分かんない。俺ずっと思ってたもんだって。ミャンマーの金。俺初日にしてまさか40万負けてる？これミャンマーでいくら？これ40万円分ある？俺ミャンマー人にパクられたんだけど、トータルで300円です。ざけんなよ。だって俺ミャンマーの金なんて持ってねえもん。俺40万すられたんだけど、いや財布出してない、マジで出してない、本当に出してない。しかも1000円札取られてないんだよ。じゃあもう切れたわ。俺普通にもうこの、じゃあ俺ウォンとミャンマー ちょっとみんな、俺シャレにならないけど、俺さ、日本円全部捨てられてミャンマーの金に換えられたんだけど、マジでねえ、ムカつく。俺ミャンマーアンチになるからね。ガチでミャンマーの金変えられた。それ1枚で360円？カジノで増やしてくるわ。これ30万ほ。
あのウォンがあるんで、ちょマジ切れたわ。俺ちょっと火事の返してくるわ。ちょ待ってたらみんな明日ドンキ行くわ。もう切れた。よかった、俺80万持ってこようと思ったんだけど、銀行の都合で40万もでけえけどな。バカラで負けたということにしよう。もう切れた俺。行ってくるわ。切れた。